勲章。勲章は、主に国家あるいはその芸種などが、個人に対し、その功績や業績を表彰するために与える英典の、うち、装飾の授与を伴うもの、あるいはその栄誉を示す、装飾。明治以降の日本において、個人の功績や業績を国家が表彰するための、制度としては、除位、除釈、戦後廃止、除勲及び、褒章の英典。 並びに、支配や気象などが存在しており、その中で、勲章は、叙勲に属する、章色とされている。つまり、勲章は、叙勲によって、勲位などと共に与えられるものの一つである。栄誉を示すために身につける、廃章で、将勲局所管の法令によって定められるものには、勲章の他に法章及び気象があり、これらは総称して、勲章等と表記される、 勲章等着用規定。昭和三十九年四月二十八日総理府告時代十六号、第一条。欧米の絵展のうち日本の勲章等に相当するものには、イギリスの、オーダー、デコレーション、クロス、メダル。フランスでは、オードラ、デッカーション、マドイ。ドイツでは、オーデン、エレンズカン、ウセシュナン、マドイ、デンクマンズなどがあり、性格や価値はそれぞれ異なる。 メダル、A や、窓イ、独に相当する日本語としては、包章、気象などもあるが、日本の定義と異なるため、日本における勲章、包章及び、気章の分け方とは一致していない。例えば、イギリスのメダルやドイツのマドイなどの中には、日本の下級勲章、勲七等または、高六級以下に近いものもあり、これらについても、勲章と扱われることが多く見られる。 特に、クロス賞は日本にはないカテゴリーの賞であるため、勲章であるか貴重なのかは、書籍等によって扱いが区くである。またそのようなことから、英典制度のあり方に関する懇談会において、オーダーの制度がないアメリカが主州国には、勲章がないとする、小勲局の見解に対して、出席者から、ことが唱えられたこともある。ヨーロッパにおいて、勲章等に相当するものとしては、 以下のものがある。騎士団、あるいは、特定の騎士の t を意味する言葉から、その構成員の気象を示すようになった。他の勲章と区別するために、騎士団勲章と表記されるほか、勲爵師団とも訳される。中世の騎士団に由来、あるいはその制度に習った英典で、騎士団、勲爵師団へ入団することが栄誉であり、気象はその団員証として授与される。すなわち、 受訓するということは、勲釈師団への入団を意味する。勲釈師団とは関係なく、功績に対する栄誉を称えて授与される勲章であり、気章自体が栄誉の証である。栄誉勲章あるいは、功労勲章と訳されることもある。下記のメダルやクロスもこの概念でのデコレーションの一種であるが、国によってはより狭い意味でも使われる。例えばイギリスの場合、功労勲章で、 メダルより、会に位置づけられるものに、デコレーションの名称が付けられている。気象あるいは、名称の場合、章と訳されることもある。性格的には、広い意味でのデコレーションに含まれるが、日本では、勲章の範疇にはない縫章、従軍気象、記念章なども、メダルと称される。デコレーションに含まれるものは、低い地位のものあるいは低い功績に対しても、与えられる。 その中には、オーダーと同じ名前が付き、その対象者でより低い地位あるいは、功績のものに授与されるものもある。ただしこの場合でもメダル受賞者は、勲尺師団のメンバーにはならない。メダルの上位に位置づけられており、同名のメダルの上位投球となっているものもある。十字章あるいは十字勲章と訳される。初期のオーダーには、投球がなく、 単一等級の勲章間に序列が定められていたが、やがて序勲対象の範囲を広げる必要が生じ、同種の勲章に等級を設けるようになった。18世紀までは三等級が一般的であったが、フランス革命により、貴族階級がなくなったフランスで制定されたレジオンドヌール勲章には、序勲対象をさらに広げる必要から後等級が設けられた。この等級には、 騎士団の階級に由来する名称が付けられ、現在に至っている。他のヨーロッパの国でもこの制度に習い後等級のオーダーが制定されるようになった。これらの等級の上位に、軽食、階にメダルを設けているオーダーもあるが、軽食は特別な位置づけのものとされ、メダルも前述のように受賞者は、勲章士団のメンバーではなく、いずれも等級外とされていることが多い。勲章。 特に上級のオーダーのマサーキを着用する際の服装は清掃またはそれに準ずる制服とされる。礼装や略礼装の場合は、服装と下級の勲章、あるいはミニチュアメダル、上層の場合は略樹を着用する。一方、国によっては勲章のマサーキを着用した服装が清掃とされる場合もあり、特に清掃専用の服が廃止される傾向にある、軍隊では広く行われている。 勲章の装着位置勲章を衣服に取り付ける位置や方法は勲章の形状により異なり、等級分けされた勲章では装着の位置を変えることで、等級の判別ができるようになっている。勲章の布製の部分は、樹、樹と呼ばれ、色やパターンが勲章の種類を、大きさが等級を表す。大きさには大樹、サッシュ途中樹を呼び、小樹、リボンがあり、日本では、 勲章の等級を大受章や小受章と表している。貴金属、ほとんどが金製の鎖に希章がついたものであり、鎖を首、両肩にかけて着用する。一般的に最上級あるいは特別等級の勲章がこの形式であり、勲章制国家に多く見られる。制定していない国も多い。イギリスでは一等級勲章にも軽色が付属するが、これは 騎士団の清掃には着用し、通常の清掃には着用しない。太い帯を肩からタスキ分けし、腰の部分に勲章をつける。一般的には一等級の勲章がこの形式である。通常の勲章は、右肩から左腰にかけ、その国における特別な勲章。イギリスのガーター勲章と失する勲章。プロイセンのクロアシ勲章。 日本の高一級禁止勲章等のみ左肩から右腰にかける。大型のバッジを肋骨部分に直接取り付ける。二等級の勲章や一等級以上の勲章の副章となっていることが多い。序列や等級によって装着位置が異なる。国、例、ドイツによっては肋骨部分に直接取り付ける下級の勲章や気章も存在する。 細長いリボンで勲章を首から吊るす。三等級の勲章や二等級勲章の副章のほか、単一等級の功労勲章、日本の文化勲章、イギリスのメリット勲章、ドイツのプールルメリット勲章等にこの形式が多く見られる。衣服に取り付ける金具がついた小さなリボンに勲章がついている。リボンの長さや形状は国や種類によって異なる。 四等級以下の勲章や起章、メダルのほとんどがこの形式である。ほとんどのものは、左胸の乳のやや、上あたりに取り付けるが、ボタン穴に取り付けるものもある。ボタン穴に取り付けるものは主にドイツの下級功労賞。代表的なものは二級鉄十字章に見られるが、複数受章した場合などはリボンを個人で作り直し、左胸に並べて着用しているケースも見られる。 勲章の起源は中世ヨーロッパの騎士団の制度にあるとされている。12世紀十字軍の遠征に際して編成された騎士団ではメンバーが騎士団ごとに色や衣装が定められた十字架型の騎士をその騎士団に所属していることを示す表彰としてマントにつけるようになった。騎士団あるいは特定の騎士の T を意味するオーダーがその騎士団の表彰のことも示すようになった。 十字軍時代の騎士団は異教徒と戦うための宗教的なものであったが、十三から十四世紀になると世俗的騎士団が君主によって設立されるようになった。世俗的騎士団は団員であることが名誉であるという性格のものであり、加入が認められるということは君主による恩恵であった。君主は自分を支える有力貴族で騎士団を構成し、 名誉と特権を与えることにより彼らを手名付けた。つまり、騎士団の制度は君主による支配システムの一環であり、騎士団員であることは支配階級の一員であることを意味していた。騎士団員すなわち支配階級であることを示す、騎士団勲章は栄誉の証となった。このようなわけで、現存する最古の騎士団勲章であるガーター勲章を含む、この時代の勲章には、 定員があり、与えられる対象は主に王皇貴族であった。その後国家が拡大すると、君主や国家が栄権を与える対象を、軍人、政治家、役人、経済人、文化人へと広げる必要が生じ、それら対象者のために等級が増やされた。また、身分の低いものや、小さな功績、栄養を対象として、騎士団勲章と同様の形式であるが、君尺師団を構成せず、 功績に対して授与されるメダル等のデコレーションが現れた。そして現在では芸能人、スポーツ選手等や社会奉仕活動等をあらゆる分野が対象となっている。東アジアでは中国は疑心南北朝時代に発達した管理の近外制度に伴い、尺や実際についている感触の称号、式時間や感品の等級を示す称号、 三冠とは別に国家に対する勲功を検証する勲冠という称号が与えられるようになった。周辺諸国でもその影響を受け、律令世紀の日本では勲位という十二等の数字で示される勲功称号が生じている。しかしこれらはいずれも称号であって近代西欧の勲章のような表彰が伴うものではなかった。日本では平安時代以降、 国の制度が廃れたが、中世以降の武家社会では、勲功を挙げた者に対して主君が、所領の付与とは別に、勘定と呼ばれる表彰の書き付けを与えたり、自身が所有する刀、甲冑などの部分、茶器などの手回り品、衣服などを貸しする勘工が見られた。こうした品は、勲章と同じように勲功を記念する表彰として、子孫代々に受け継がれ、 先祖の勲功を示す証拠として用いられた。明治に至り、国家に対する勲功を表彰する制度として勲位が復活されるとともに、西欧の制度に習って、勲章の授与が始められた。その後の歴史については、後の節において述べる。日本の叙勲制度では、勲章とは別に記念の品が恩師されるほか、ヨーロッパでは、受賞者が死亡すると騎士団勲章の小職は、 返還が義務付けられていたが、日本では名誉の証として子孫に受け継がれるなど、武家社会における表彰の名残もある。勲章が国家に貢献したものに対して、勲主、あるいは元首によって与えられる褒章であることから、英国勲主を共通の勲主とする。英連邦王国の国々では、国会の功労者に対してもイギリスの勲章が授与される。その一方で、各国の事業や。 受賞者枠の関係から、イギリスの勲章に代わるもの、あるいはその国独自の章も制定されている。受賞者枠の関係では、死する勲章や、聖パトリック勲章の制定も、イングランドのガーター勲章に対して、スコットランドとアイルランドの受賞者枠を確保することが、大きな理由の一つである。イギリスの勲章は、騎士団を形成する、オーダー、オーダーと形成しないデコレーション。 デコレーションに分けられ、デコレーションには、クロス、クロスやメダル、メダル、名称が、デコレーションとなっているものがある。オーダーのうち、大英帝国勲章ナイトコマンダー以上で、メリット勲章とコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を除く、勲章の受章者が、ナイト尺に上される。オーダーには、騎士団と、勲位造法の意味があり、現在でも騎士団的な要素が強いため、騎士団と訳す。 方が適当な場合もあるが、一般的にはこれらも、勲章と訳されている。現在においても叙勲された人物を、その騎士団名の騎士と呼んでいる。例えばガーター騎士、ナイツ・オブ・ザ・ガーター、女性に対してはデームを使う。以上のようにオーダーは、騎士団員の証であることから、オーダーが死後叙勲されることはない。1993年に、英点制度の改正が行われた。 主な改正点は、軍人用のデコレーション等の授与条件から階級が撤廃されたことであり、将校のみとされていた賞が全階級に授与されるようになった。それに伴い、歌詞館、平成用の賞の多くが廃止された。ケベック州、レジオンドヌール勲章は制定の際に、中世の騎士団、オードラ・オルドリを元にしたグランクロバ、グランドクワ、グラントフィシエ、グランドオフィシエ、 オフィシエ、オフィシエ、コマンデュール、コマンダー及びシュバリエ、シュバリエのご等級が定められた。多くの国がそのご勲章を制定する際これに習ったため、現在でもヨーロッパの勲章にはご等級のものが多い。フランス人に授与する場合、等級は年功序列によるが、外国人に授与する場合は単に功績に応じて決定される。ドイツは中世以来独立した。 両方国家に分かれていたため、助訓などの英典制度も、各両方ごとに定められていた。1871年にドイツは統一されたが、ドイツ帝国は、多数の王国や公国などからなる、連邦国家であり、英典制度の制定や、助訓の権限は、各両方にあった。そのため、ドイツ帝国の勲章というものは存在しなかった。第一次世界大戦の敗戦により、 バイマル共和制となると、帝国時代の勲章がすべて廃止されたばかりでなく、勲章の授受も禁止されていた、バイマル憲法109条。こうしたことから、統一国家である、ドイツ国の勲章として政府による正式な勲章が、最初に制定されたのは、ナチス政権下であった。ドイツ帝国では、プロイセン王国がその中心であり、ドイツ皇帝は、プロイセン国王が兼ねていた。 そのため、第一次世界大戦時には、プールルメリット勲章や鉄十字章などのプロイセン王国の勲章が皇帝からの勲章として、形式上はプロイセン国王ヴィルヘルム二世より帝国諸法の将兵へ授与された。ナチスは1933年に政権を掌握した直後から A 典制度に関する法整備を開始し、政権の維持や戦意法要のために、 数多くの勲章を制定した。ドイツは死勲章もあった。第二次世界大戦後の連合軍占領下では、勲章の授受や廃用が禁止されていた、管理委員会法8号4条が、1949年5月に、ドイツ連邦共和国臨時政府が成立した、直後の9月に管理委員会法8号4条は、無効となった、連合国高等弁務官会議法律7号。 それを受けて、1951年には、ドイツ連邦共和国功労勲章が制定された。しかし当初はこの勲章の根拠となる法律は、未整備であった。英典制度に関する法律が整備されたのは、主権回復後の1956年で、それによって、ナチスドイツ時代に授与された勲章も、ハーケンクロイツを除去することで廃用が認められるようになった。 ソビエト連邦時代には、レーニン勲章や赤旗勲章など数多くの勲章があった。レーニン勲章は、東側のノーベル賞とも呼ばれていた勲章で、軍事、思想、文化、芸術など、各分野での卓越した人物、組織に与えられ、ソ連邦英雄称号や、社会主義労働英雄称号などにも付随して、授与される。東側の指導者は、 もちろんのこと西側の人物にも受賞者は多い。日本人受賞者もいる。赤旗勲章はソビート連邦最初の勲章で一番発行された勲章で1920年代初期に制定された。赤旗勲章は軍事功績を称える勲章で、労働功績には労働赤旗勲章がある。赤旗勲章の前衛的なデザインは、 他の社会主義国の勲章やソビエト連邦、成立初期の各共和国独自制定の勲章に非常に影響を与えた。勝利勲章はソビエト連邦で一番豪華な材料を使用した勲章でダイヤモンドやルビーをふんだんに使用している。これは軍の最高司令官にのみ授与される完全なる勲章官のみの勲章である。授与された軍人はスターリン、 ジューコフ、ワシレフスキーなどの著名人ばかりで、外国人では、アイゼンハワーやチトーが授与されている。ブレジネフも授与されたが理由がなかったため、コルバチョフ政権下で剥奪された。現在のロシア連邦ではそれまでのソビエト連邦の将軍制度を引き継いだが、帝政時代の勲章を復活させたり、ロシア連邦共産党の独自制定勲章や、メダルも多いがそれらは、 大抵が記念メダルで、ソビエト連邦時代の出来事や、組織の記念日、個人の軍歴などを記念するものが多い。大祖国戦争50周年、55周年、60周年、記念メダルや10月革命80周年、記念メダルなどが有名である。各自治共和国政府が発行するものもある。ソビエト連邦崩壊後ほとんどの旧ソビエト連邦、構成国で、 独自の将軍制度が制定されたがやはり、ほとんどはソビエト連邦やロシアの制度に模した制度の国も多い。独自の制度を作り別の形になっている国もある。ウクライナやベラルーシなどは比較的ロシアの将軍制度に近いが、カザフスタンやトルクメニスタンなどの国では比較的独自のものも多い。バルト三国ではソビエト連邦併合前の将軍制度を復活させている。 ソビエト連邦時代に制定、授与された勲章も、大半の国ではその国の勲章の一種として重宝、されている。ロシア連邦発行の勲章、メダル類も、自国のものとして発行している国もある。ソビエト連邦をはじめとする、旧共産権には、英雄称号という制度があり、正確には、勲章とはわずかながら異なる。それぞれの非常に卓越した功績を称えるもので、 国家の称号として、個人、組織などに授与される。戦争などで命を失った個人に対しても授与される。ソビート連邦の場合は、連邦英雄と社会主義労働英雄の二種が存在する。他の共産権でもほとんど同じように二種類ほど存在する。勲章でもそうだがこちらはそれ以上に授与されることが少なく、進歩的な科学の発展、命をかけた軍事行動、 国際的な競技大会での優勝など国家や国民に対して全力を尽くした功績のみに対して初めて授与される。授与された者の生活は一般人に比べ圧倒的に優遇され、給料や配給の大幅増量、交通機関の無料利用など授与された者本人だけでなく一家が生活するにあたって苦労しないような様々な特典や年金が受けられる。2回以上授与されると 故郷の学校に授与されたものの名前が付くなど授与されたものはまさに英雄として扱われる。称号には付随したメダルがありほとんどの国で似たようなデザインで赤色の樹のついたリボンで吊り下げる形式の金色の星をかたどったメダルで、レーニン勲章などの高級勲章もほぼ同時に授与される。ソビート連邦の著名人や歴代書記長のほとんどはこれらの英雄称号を授与されている。 着用する場合、いかなる勲章でもその上に英雄メダルを取り付ける。北朝鮮に限りその上に金日成バッジを付けることが多い。メダルの形式は勲章型でも略字は存在せず、東ドイツに限り存在する平常時でも取り付ける。平常時も着用する場合は、略字の上に取り付けるか、英雄メダル単体を取り付ける。英雄称号を授与されたものは、 国家のプロパガンダによって人々の労働意欲向上のため全国的に大きく取り上げられ宣伝ポスターなどで具体的な功績と本人の肖像が入りで紹介される。ソビエート連邦では第二次世界大戦中の様々な軍人、民間人に多数授与されその中には戦争の犠牲となったり軍隊に協力した子供たちもいる。アメリカ合衆国の場合、ほとんどのものが 先行賞であり、重要対象者は軍人である。オーダーがなく、最上級のものも、メダルであり、一部のメダルにはその上にクロスが存在する。序列は、イギリスでは、すべてのメダルの上に、それぞれの上級賞であるクロスが位置するが、アメリカの場合、メダルの上にその上級賞であるクロスが位置し、その上に、別のメダルが位置づけられる。 先行賞は条件を満たせば何度でも授与されたパワーアップルハート賞など、そのため行為の先行賞は条件が特に厳しく設定されており、これを得るためには多大な功績を示さなければならなかった。日本において勲章は天皇の名で授与される。日本国憲法第7条7号は天皇の国事行為の一つとして英典を授与することを定め、道場を根拠に 英典の一つとして天皇が勲章を授与する。勲章制度を定める法律はなく、政令、大上官布告、直令及び不令、大上官たち、閣令に基づいて運用されている。勲章の種類は、勲章制定の件、明治八年大上官布告第五十四号、法官省及び大勲位菊下症継職に関する件、明治二十一年直令第一号、 文化勲章令、昭和十二年直令第九号などに定められ、現在二十二種類ある。憲法第十四条三項は、栄、え、誉、え、よ、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。と定める。このため勲章の授与に合わせて、金品や年金を支給することはなく、 勲章の廃用権を世襲することもない、授与された勲章自体は除勲者が死去した後も遺族が遺品として相続することができる。勲章は再交付されないため修理、調整は全額自費負担となる。また略称である略称勲章は国から交付されず、必要な個人が自費で購入する。満州国の勲位と勲章は1934年、 安典元年4月19日直令、第27号、訓移及び勲章に関する件で定められた。訓位は、大訓移及び、訓移1位から訓8位までの9位とされ、勲章は大訓移乱化章継職、大訓移乱化大受章、両校大受章、経営文章とされた。1936年、安典3年9月14日、直百142号により、 勲章に柱国章が加わった。政策は日本の造兵局が行い、皇帝、富儀の意見もデザインに取り入れられた。かつて新朝では、総流宝星などを制定していたが、中華民国を経て中華人民共和国の成立以後は2016年まで国家として勲章を制定することはなく、そのほとんどが中国共産党や人民解放軍、あるいはその下部組織や委員会、 あるいは昇級単位で制定し授をしており、このため中国はスイスと並び国家級の勲章制度を施行していない時代を有していた。中国ではメダルのことを一般的に進む章という中華人民共和国成立前の中国共産党軍でも早期からメダル型の従軍章や功労章などが多く生産され、 成立後も東北解放記念メダルや交尾延長記念メダルなどといった従軍賞や記念賞が多く生産された。当時は中蘇友好記念メダルなどソ連人に授与されるものやソビエト連邦と関係するものも多かった。朝鮮戦争に参戦した中国人民志願軍将兵の多数が北朝鮮政府から勲章を授与された。 1955年には中華人民共和国最初の国家単位発行の勲章、進む章制度が制定された。三等級とそれに伴う進む章で構成された81、独立自由、解放の3種類が制定された。これらの勲章は人民解放軍の将兵にのみ授与されたもので、それぞれ南朝法規から始まる中国共産党初期の戦い、抗日戦争、 国境内戦の従軍者に授与された。東急は当時及び1955年までの解放軍内での役職、階級によって、進む将は遺憾級、閉鎖士官級に主に授与された。これらの勲章は後の中祖対立を経て文化大革命によって完全廃止となり、文革当時は授与されたものが、後衛兵などにより階級の敵として打倒され、 勲章を破壊されるなどの事件が数多く起きた。例えば、甲括茂大将の三大勲章は、文革中に強盗され、55式大将服も破壊されて、いずれも行方不明となっている。以降、国家単位の勲章はほとんど制定されなくなった。2015年12月27日、12回全国人民代表大会場委員会第18回会議において、 中国の国家勲章を制定する中華人民共和国国家勲章と国家の栄誉称号法を2016年1月1日から施行することが決定された。この法律の規定によって設けられた国家勲章、共和国勲章は中国特色社会主義の建設や国家の防衛に顕著な貢献を成した勲章ある人物に授与され友情勲章は 社会主義の現代化に貢献し、中国内外の交流を促進し、平和の維持に貢献した外国人のために授与されることになる。香港特別行政区の勲章は、1997年の香港返還後、イギリスの勲章制度に変わる形で創設された。現在の台湾における中華民国には、下記のように民間人向け5種類と軍人向け8種類の 計12種類の勲章がある。韓国併合前の大韓帝国、旧韓国の勲章は、日本の勲章と体系が類似している。1900年、三つ四4年4月17日に、直令19号として、勲章条例が定められ、近尺大勲章、理科大勲章、大玉章、使用章の4種の勲章が制定された、旧韓国官方公部4年4月19日号外に、 掲載。翌年4月16日に直令16号で同条例が改正され、旧韓国官報公部5年4月18日1864号に掲載、八掲状が追加して制定された。1902年、三つ竹6年には、旧韓国官報公部6年8月25日に百2 8 7号の聖五乱での訂正という形で、 随政大勲章が追加された。これに関しては、同年8月12日、15日官報掲載に、招直が出されている。さらに、1907年、三つ竹11年3月30日直例20号で、勲章条例が改正、4月3日、官報掲載され、随法章が制定された。これに関しては1904年、三つ竹8年3月30日、 4月1日官報掲載に象直が出されている。1910年、明治43年8月29日、韓国併合によっていずれも廃止されたが、同日制定された日本の直令334号により、当分のうち廃用することができると定められた。大韓民国における直空制度は1967年に制定された。 将軍法によって定められている。現行の制度では12の分野に大別されており、無等級の無級下大勲章を除いて、それぞれの等級に階級分けされている。無級下大勲章の無級下、無区下は、韓国の国家である。日本における受勲者、一部、北朝鮮では最高勲章の金日成勲章を、はじめ、かつての社会主義国同様に数多くの勲章が、 存在する。フランス植民地時代に、フランスなどの欧州の英典に基づいて創設された。カンボジアの独立後に改革され、1975年4月17日の、クメール共和国が崩壊とともに一時停止したが、1995年10月5日に、ノロドムシハヌーク国王の直令により再施行される。大半の勲章はモンゴル人民共和国時代に制定された。 ほとんどがソビート連邦の勲章の影響が非常に強く、ソビート連邦の勲章制度を模したものである。モンゴル人民共和国時代を経て、現在のモンゴル国でも制度は継続されている。勲章の他に、ソビート連邦と同様の英雄称号などの国家称号とそれに伴うメダルが存在する。シンガポールの勲章一覧、フィリピン共和国における勲章の序列は、 大統領令第236号において以下の通り規定されている。1級、2級、3級、4級、5級、6級、7級。リサール勲章は共和国法第646号により制定されたフィリピン共和国で唯一の騎士団勲章である。リサール勲章の序列は大統領令。 第236号により国家勲章のもとと規定されており、事実上第8級の勲章として機能している。リサール勲章の受勲者は騎士に除され、サーの損傷の使用が許可される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。